8月12日は、グレゴリオ歴で年始から224日目にあたり、年末まで、あと141日ある、アスカロンの戦い。第1回十字軍最後の戦いとされる7年戦争、クネルスドルフの戦い。プロイセンが、壊滅的敗北アイザック・メリット・シンガー、実用的ミシンの特許を取得アサフ、ホール、火星の衛星大モスを発見クアカ絶滅共和制、国が、 アメリカ領ハワイとなる。画像は12日、引き下ろされる、ハワイ王国旗相沢事件、長田鉄山少将、相沢サブロー中佐に残殺される、ノルマンディ上陸作戦、ファレーズポケット始まる世界初の通信衛星栄光、1A を打ち上げ、金属膜で電波を反射する仕組み。右の記念切手には、平和のための通信とあるが、 ICBM の目標を正確にモスクワに合わせる、目的があったメディアを再生する、スペースシャトルの実験機、エンタープライズの単独飛行に成功 PC、AT5 換気の元祖、IBM パーソナルコンピューター5150、発売日本航空123便墜落事故。画像は、事故機 J8119 デンマーク王クリスチャン3世、誕生エドバクフ第3大将軍。 徳川家光誕生イギリス王ジョージ4世、誕生古水詩人、警官詩人、ロバート・サウジー誕生、新筆想家、ブラバツキー夫人。新知学を、総衝撃作家、ハシント・ベナベンテ物理学者、エルビン・シュレーディンガー。波動力学を構築。右画像は、シュレーディンガーの猫の図説ピート3・サンプラス1971年、プトレ・マイオス朝最後のファラを、 クレオパトラ七世紀外。右画像は、レジナルド・アーサーが、クレオパトラの死、コブラに胸をかませている。森吉親王殺害される、オスマン帝国第十八代皇帝、イブラヒム、ハイイの後殺害される兵学者、思想家、佐久間正山暗殺詩人。画家、ウィリアム・ブレイクボツ。右画像は、日の置いたる者、作家トーマス・マンボツ。 作曲家レオシュヤナーチェクボツ。オルガンのための構想曲を聴く技術者、ジョージス・チーブンソンボツ。蒸気機関車を実用化、トランジスタの父、物理学者、ウィリアム・ショックレイ徳島市の阿波踊り隊王妃、シリキット誕生。タイの祝日赤来町。ありがとうございます。